こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。音符の読み方1は全くドラムやったことない人には少し難しい音符が含まれてますので、こちらから音符に慣れていってください。音符は1小節に2拍ずつの組み合わせが2つずつ入っていく形になります。なので最初は2拍ずつの組み合わせを覚えていきましょう。ドラムはリズムが狂ってしまうのが一番良くないです。よくあるのは手順で迷ってしまってリズムが狂うことです。なので手順も一緒にインプットしてしまいましょう。手順の考え方は至って簡単で、右足と同じタイミングになるものは右手、間に入るのは左手になります。なのでまずこの2つの音符です。どちらも全部右手で叩きます。次に2の音符の間に左手が入る音符になります。3は1つ目と2つ目の音符の間に左手が、4は両方に、5は次の拍との間に左手が入ります。あともう一つ、これは休符になります。なのでここは足だけになるわけです。それではエクササイズでこれらの音符を組み合わせたものを練習していきます。練習のやり方としては、まずはバスドラだけと1小節、それが4回連続でできたら次の小節に行きます。4小節それができたら4小節つなげてみる。4小節が一度もミスなくて4回連続できたら完成。ミスしたらカウントをゼロに戻してやり直しをしていきます。この4回というカウントは、その日の練習時間によって変化させていいと思います。2回できたらとか、1回でいいやとか。僕の先生はいつも20回というふうに言ってました。これからやってみるとわかるんですが、8回目と16回目ぐらいに集中力が切れるんですよ。なので、演奏はダラダラ練習しないで必ずミスなく演奏するっていうのが自信につながりますので、回数を決めて1回もミスなくできるっていう練習をしてみてください。ではここからはエクササイズ1から5を模範でやっておきます。エクササイズ1番、1、2、3、4、2番、今回は以上になります。スラスラ音符を読めるようにするための第一歩です。これを根気よく続ければ音符は怖くなくなりますし、ドラムソロなどのアイデアも出てくるようになります。頑張って練習してみてください。ありがとうございました。